二人組で棒を持ってリフティング。落とさないようにペアにパスを出そう。アイスブレイクとテクニックを同時に鍛えます。簡単にできるのであれば、タッチ制限をかけても面白いと思います。普通のリフティングなどがマンネリ化してしまった時に取り入れるといいのではないでしょうか。とにかく楽しんでやることが大切です。